はい、ビートルユロジアでございます。本日は、ちょっとこれ分かりづらいんですけども、焼き辛ラーメン、3玉っていうか焼き辛ラーメンを作ったんですけど、この辛ラーメン1つとこの三色焼きそばの焼きそばの麺をこの2つ使いました。で、焼きそばの麺2つと辛ラーメンの麺1つで、まあ合計3玉ですね。中に入っている具材は、目玉焼き、豚バラ肉、キャベツ、ニラ、あとそんなもんですね。これで食べたいと思います。はい、早速いただきます。これはちょっと麦茶です。まずはキャベツからいきます。美味しい、うまいっす。豚肉、焼き辛ラーメン美味しいです。焼き辛ラーメン最高やな。黄身を潰して、卵たっぷり、今日はなんで焼きそばの麺を使ったかと申しますと、辛ラーメン3つぐらいあったかなと思ったら1個しかなかったんですよ。んで焼きそばの麺があったんで、焼きそばの麺と辛ラーメンの麺を合わせてやってみたらどうかなと思ってやってみました。1個だけだったら多分ちょっと少ないんで、今日はどっさりがっつり食いたかったんで、焼きそばの麺を2つプラスしました。粉末、辛ラーメンの粉末スープ1つと、あとオイスターソースと、ごま油と、あとニンニク、ニンニクのすりおろしニンニクですね。すりおろしニンニクはちょっと多めで、であとコチュジャンを入れてます。でもこの食べ方もありやな。ちょっと見た感じちょっと薄いんですけどね、でも辛さは粉末スープ一つでも十分辛さを味わえます。キャベツとニラ入れて正解ですわ。辛ラーメンの粉末スープ一つでも十分ですわ。
一つでも十分美味しいです。オイスターソース入れてるからちょっとコクが出て、なかなか美味です。美味しいです。これはありやな。男らしくフライパン飯です。まあお皿に移そうかなと思ったけど、お皿に移したらちょっと冷めてしまうんで、冷めるのが早くなるんで、フライパン直接食った方が温かさを保てるかなと思って鍋直で食います。フライパン飯めっちゃうまいっすわ。洗い物もフライパンだけで済みますからね。あー、なんかあれや、豚の脂がすごい、いい仕事してるわ。
そうさまでした。ああめちゃめちゃうまかったです。この辛ラーあの焼き辛ラーメンは美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったです。また今度作ろう。今度はもう焼き辛ラーメン作るときは辛ラーメンの、麺を使って今度はその作ります。あはい、あしまった、はい、完食いたしました。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。これからも、いろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。まあ、ご視聴の方も最後まで見てもらえるとすごく嬉しいです。まあ、これからも、ショートと、動画を兼用しながら、随時上げていきますので、皆さん、いっぱい見てくださいね。よろしくお願いします。それではまた会いましょう。